一般的には新種のウイルスといっても必ず禁煙のものやそれを保有する動植物がいるはずです。しかしこのエイリアンエンジンウイルスにはそれが存在しない。なるほどな。続けます。42年前に突然現れ、そして20年前からその数を急激に増やしています。つまり艦長のせいじゃん。口を慎め、ロシアのジジイ。怒られちゃった。自分の娘と同じくらいの子に。おじさん大ショック。いいですか。培養ができないこのウイルスからワクチンを作り出すためにはウイルスの本場で大量のサンプルを手に入れるしかない。だから皆さんには言っていただくのです。火星、人類の生き残りをかけて。Good.